今日は思ってたより早く帰ってこられた。こんばんは。今日は真っ黒靴もズボンもこう今着てるお洋服も上着も黒、真っ黒マン。あ、リュックは背負ってないよ今。帰ってきてご飯を食べて、昨日の夜は早く眠ったから、あれ早くそんな眠あれ早くあれわかんない忘れちゃったけど、でも昨日はもう深夜にテレビを見ている時間はないと思って進撃の巨人を見るのを諦めてって寝たから、今進撃の巨人昨日見れなかった放送された回をね見ながらご飯を食べて、でこれから風呂入ろうと思ってたところ。ご飯は昨日作ってた、あの夜ご飯に作ってさ、まあ、後で写真を載せようと思ってるんだけど、そう、美味しい炊き込みご飯を作ったのでお昼に持ってったり、夜ご飯に今の夜ご飯に食べたりとかしてた。子供が走ってる。今日の髪型いい感じ？うん、全然。ずっと今日は髪バラーって下ろしたけど、ご飯食べるからと思ってちょっと髪をねちょっと簡単にまとめただけで。ね、今日暖かかったね。今日はですね、稽古はあの読み合わせを初めてみんなで、何人かいなかったけど、お仕事で何人かいなかったけどみんなで読み合わせを初めてやりました。その時になんかもう3週間しかないっていう、なんか3週間っていう言葉を聞いてもあー時間ないんだと思って結構焦ったね今日ね。ーやばいやばい。トネーション大丈夫、昨日バッチリ確認して大丈夫だったから。でもやっぱり自分が思っていたニュアンスと違かったりとか、あのそれはあの言葉のあのイントネーションじゃなくていろんな言い方、そう。でも嬉しかったのはあの今回はあのドラマも舞台もその脚本をで、今回の舞台では監督を務めてくれる室尾さんがいるんですけど、なんか前回の舞台より声が出るようになっているって今日言ってもらえてね、私はそれが今日嬉しかったかな。いやでもね結構普段絶対出さないような声をたくさん出して、もう結構ああこれやばいなーってそう結構大変だった。あの無理すると結構すぐ喉をやってしまいそうな感じの声をわーって結構あー目こよくなってきちゃったな。分かんないよ、それはあの実際に来てもらって、それはあの舞台ね本番見てもらって
かゆくなってきちゃった。そう、チケットすごいね、たくさん。そう、もうほぼほぼっていう感じ。今日言ってたスタッフさんがチケット嬉しい、すごく。もうあと本当に平日のどこか、どこだっけな、どっかの水曜日かな、なんかもうその日のところしかもう余裕がないっていうか、もうほとんどはそうみんながチケットそうってやってくれたから嬉しいですね。わかんない、倍率のことに関しては何も今日私は聞いてないけど、ね、頑張らなくっちゃ。頑張ってるよ話したいけどちょっとね、あーもどかしいね、ネタバレになっちゃうから言わない方がいいんだろうな。まあ今日はそんな感じ。このあと私はあのリモートで打ち合わせみたいなものをやるから、ちょっと早くお風呂に入ってちょっと早く準備しようと思ってるんだけど、ね、なんかここに来てね、リモートで何かやるっていうことが結構増えてきたね。どこの時間制、待って無理、今無理だ、ごめんね、ちょっと今はちょっと待っててっていうちょっと待ってね、やるならちゃんと1時間とか時間を確保できるときにやりたくて。ちょっとごめん、3月は諦めてちょっとあの写真集のやつも諦めたぐらいだから、ちょっとごめんね。だから今はね、メンバーたくさん写真集のやつね立候補してるから応援に回ろう。戦略的諦め。なんでしないのって知らなかったかもしれないけどね、3月末からねちょっと舞台があって、そう大忙しですそう、他にもねいろいろちょっと大変な、ちょっとねとにかく大変なんだちょっと察してそう、ちょっと今は頑張ってるからちょっと待ってて。茨城は帰れない、全然。うん、いつになったら帰れるかな、しばらく帰らないな。セリフ覚えた、徐々にもう結構覚えてきたか。なんか察したよーってきた
リバートボール見てくれる、ああ嬉しい。そう延期になっちゃってて、リボンアートボールっていうやつ、やーつ嬉しい、ありがとう。なかなか感想聞けなかったから、あれ今何行ってきたって言ったんだっけ、あれ 見に行くようだけどうしたっけ。あでもでも結果的には見てもらえるんだもんね、ありがとう嬉しい。当ててるからね、当てて当てて。明日から公開か、あーそっか。おお明日スモールワールド出てくる、おお今だったら私が置いて隠してきたりとかあるから楽しめると思う。ちょっとねよりまして、ん？ね、見せ、何もしてないよ今。わあ。あの舞台のやつで、ポスターを撮るときに合わないっていうことで撮ってきちゃった。ドラマの時はね真っ赤なネイルしてたんだけど、そこまで気が回らなかったな。ちょっと目かゆいね。でも日中は本当に薬効いてて、その辺はなんか稽古とかは全然支障ないから平気。そう夜はちょっと薬飲むまでの時間ちょっとだけ我慢しなきゃいけないから、まだ起心配がなったと。お20時になっちゃう。ポスターのぬるさんめちゃくちゃ綺麗で、おー本当嬉しい。そうぬるちゃんは袖がない、傘がすごい出てる衣装で、まああれさ真面目のあれあのドラマ撮ったの4月とか5月ぐらいだったけど、いやあの時も寒かったけど、いや今も寒いよねっていう。あの顔してみて、ちょっと今そんなメイクしてないからな、どんな顔してたっけみたいな。違うね違うね。でもなんかあれだってよ、ぬーちゃんは生徒会長になるから、あの格好プラス何か、なんか生徒会長らしい格好するらしいよ。ポスターの時はあの格好だったんだけど、なんか生徒会長っぽくなるらしいよ、ビジュアルも。今は寒い。それわかんない私も。からはいろいろね、舞台とかじゃなくて稽古とかいろいろな収録とかが重なっていくかな。もうしばらくかゆい。いやー本当にかゆくなってきちゃった。しばらくちょっとお買い物とか、まあ今もそんなね行けてるわけじゃないんだけど、行けなそう。4月とかに行けるようになるの楽しみに頑張ろう。今とにかくね頑張りますよ。終わろうかな、ちょっと準備をします。じゃあねみんな、
ショールームってなんかそんな大声で話さなくていいから助かる。ちっちゃい声で喋ってても拾ってくれるから助かる。もう今日は喋らん、あ、もうでもこの後喋んないと会議が成立しないけど。バイバーイ。じゃあねー、またできる、できそうと思ったらやるね。じゃあねー、バイバーイ、切ります、バイバーイ。